黒と黄色の島のジャージに刻まれた男たちの戦いの歴史がタイガー軍団を作り、魂のラグビーと呼ばれるまでになった。その慶応大学ラグビー部が創部85周年を記念し、2月26日ラグビー発祥の地イングランドへと旅立った。試合開始10分前、選手たちの緊張がうかがえる。数分後には鍛え抜かれた男たちの肉体がグラウンドで激しく火花を散らすことになるだろう。監修の待つグラウンド、上田監督もリザーブ選手としてタイガージャージをつけた。小雨降るイフリーロードラグビー場、いよいよこれからオール慶応大学対
し込んでいく。ボールは出るか KO。 バックスピードないと仕掛けろ。もっと20ライトのポイントにしてもいいから。オックスフォードボール、タッチを狙います。向こう側タッチ、ここでホイッスルです。9対3で前半が終わりました。フォワードから、フォワードからスクラムで押せてるからな、気持ちがやっぱ上手てるぞ。下向きさがないよ、全然。前までも最初やのみんな下向き、下向きだよ。だからスクラム持ててるんだから、それとそれに行くのもっと慎重ない、慎重に。オフトワークってやっぱスクラム弱いんだよ。いつもね、そういうようにもう試合の中に慣れてるわけ。最初押されたら次こうしよう、こうして全部スクラム逃げてるだろ。あいつらもうテクニシャンなんだよ、スクラム押される方に関しては。もっと下向きになろう。押したらもっと低くなる。でね、タックルはね、もっとサイドはね、足を使って歩いてこう。で、バックもタックルバーンと張り込んで、もっと足を使え。で、バックスも言ったけども、仕掛けがないから、もっとバック前向きパスを打って、スクラム前に仕掛けよう。それで、一時攻撃はしっかりゲインダウンをゲインして、ラックにしてポイントを作って、で、2勝で仕掛けよう。で、ハイバンド使ってていいからね。ドリフトされてるならハイバンドでいいから、前に。よしよし、よしよし、ラインアウト一緒に頑張って。おいくありがとうございます。頑張ってラインナップここまで行け。すでに後半時計は5分を指しています。オックスフォードの右への展開、そのまま走り込んでいくフィリップス。そこでホイッスルです。村井のレートタックルを取られました。フルバックケネディがペナルティーゴール、まっすぐボールが伸びていきました。これで9対6、わずか3点差に変わります。オックスフォードがじりじりと迫ってきました。キックオフで再びゲーム再開。オックスフォードのフォワードが強い当たりを見せます。ケオはこれをボールを取りました。そのまま持って入ります。ボール状態、押し込んで今度はラック。生田から浅田、林一人飛ばしまして、フルバックの村井、まだボールを繋いでいる。林が捕まりました。今度は右に揺さぶる松永、若林にボールが渡る。さらに中山飛び込んだ、トライ。左右の揺さぶりを見せました慶応大学です。ゴールキックは浅田が狙います。オックスフォードサイド 10m ライン右側のラインアウト、ケオうまくボールを取りました。浅田、林千春、そしてフルバックの村井だ。あっという間にかわしていきます。まだボールを持っています。中山がまたもフォローしている。そしてさらに東山飛び込んでトライ。最後は東山19対6、ケオの波状攻撃が始まりました。浅田ゴールを狙います。これは左の方に外れていきました。得点は19対6、13点、オール KO が突き放しています。さあオックスフォードの反撃だ。サインプレーに出るが KO のディフェンスがなかなかいい。引きずっていくオックスフォード、まだボールを繋いでいる。必要な球の繋ぎを見せます。オックスフォード大学、 KO のフォワード、後半も全く疲れを見せません。オープンへキックを上げます。さあこのまま11番のフィリップスが抑え込んでトライ。19対10になりました。左隅にトライ。その他がまた9点と変わります。浅田一人飛ばしました。村井です。村井の回想です。3人から4人かわしていきます。さらに一斉がフォローしている。ここでホイッスル。慶応右ウィング14番の若林がどうやら腰を痛めた模様です。心配そうなフィフティーンと上田監督。元気に立ち上がりました若林。171cm、72kg、ショートラインアウト。生田からパスがちょっと乱れました。ボールは松永が持っている。横に流れる。しかし4、5人があっという間にかわしていった。まだボールは繋いでいる。一世から橋本に渡っている。橋本がボールを持った。さらに田代、最後は田代が余裕を持って今トライ。23対10です。浅田ゴール決まりました。
25対10、15点突き放しています。さあいよいよこれからオックスフォードの反撃なるか。サインプレーに出ます。しかし慶応のディフェンスがいい。なかなか球をうまく回せないオックスフォード、全く疲れを見せません。慶応のフィフティーンです。ボール状態、まだボールが出ません。ここでホイッスルです。オックスフォードのゴールが目の前に見えている。どういう風に攻めるか。慶応サイドアタック、ナンバー8浜本右隅に飛び込んだ。トライ29対10。もうほとんど時間はありません。慶応が勝利をものにできそうです。ゴールはもちろん浅田が狙いますが、右に大きく切れていきました。